カジキザエビー星は、カジキザの方向、太陽系から約49光年離れた場所にある、よえ、連星系である。K 型指系列星の主星 A と、3つの赤色 Y 星 BA、BB、C で構成される。四等級は7.0で、肉眼で見ることはできないが、双眼鏡や小型の望遠鏡があれば見ることができる。 名前のカジキザエビ星は変更性の命名規則に従って付与されたものでカジキザで56番目に発見された変更性を示すこの成型はとても若く30個程度の同じくらいの年齢の構成が同じ方向に運動しているカジキザエビ運動星団の名前の由来となっているこれらの構成はすべて同じ分子雲で形成されたと考えられているカジキザ AB 星形は2つの二連星が相互作用する多重星形で2つの連星系は共通重心の周りを約 135AU の距離を置いて交点している。二連星の一方は主星 A と番星 C からなり平均して 3AU 離れた軌道を11.74年周期で交点する。もう一方は番星 BA と番星 BB からなり 360日周期で降転する。主星 A と晩星 C の連成系の方が質量が大きいので、共通重心からの距離は晩星 BA と晩星 BB の連成系の方が倍くらい長い。主星はスペクトル型 K1 ボルトの大色の主系列性で、高度階級は V だが、年齢が非常に若いので前主系列性と言われる。質量は太陽の割程度だが、 星系内の4つの星の中では飛び抜けて大きい。大きさは太陽より若干小さく、高度は太陽の4割程度と暗いため、近い構成であるにもかかわらず7等星となっている。1980年代から高速で自転することは知られており、その自転周期は12時間余りと非常に短い。赤道付近には強力な磁場が発生し、多くの黒点が現れる。 黒点があることで、自転周期に従って、見かけの明るさが変化し、回転変更性に位置づけられる。自転周期内での明るさの変化は0.13等級程度だが、黒点の状態によって、概ね0.1等級くらい周期ごとに差が現れ、それとは別に、太陽活動周期と似たような活動周期により、およそ20年周期で、平均的な明るさが変動する。 作動回転しているので、極付近より赤道付近の方が時点が早いが、その差は時間によって変化する。これは、対流層を貫く磁場の働きによって、核運動量の輸送が変動するので、赤道付近の時点速度も、構成表面活動の周期によって変化するためと考えられる。主星の表面では、爆発現象も観測され、高級面の外には、 1500万系まで加熱された水素プラズマが磁場に閉じ込められて球状の層を形成している。プラズマは強い X 線を放射し距離が近いこともあって全天で最も明るいコロナ X 宣言の一つとなっている。番星 B はロシターが発見し自身の二重性カタログの137番目に登録したのでローセター 137B とも呼ばれる。 主星 A からは9秒程度離れた位置に見える。当初は13等級の単独星だと思われていた。保証工学が発達したことで、もう一つの番星 C を分離する観測の傍ら、番星 B が2つの星からなることが確かめられ、それぞれ番星 BA、番星 BB と呼ばれることになった。BA と BB の間の平均距離は 0.9AU 程度と推測される。 番星 BA と BB は2つ合わせても主星 A の1%程度の高度しかない。番星 BA は2つの星のうちでは質量が大きいが、それでも太陽の3割弱と小さく、スペクトル型は M5V、表面温度は約 3310K と見積もられる。番星 BB は質量が太陽の2割程度。 スペクトル型は M5.5V、表面温度は約 3250K と見積もられる。番星 BA と BB は、カジキ座 AB 成型の年齢の決定に期待される。主成 A は高速時点で、強磁場、番星 C は調低質量と、いずれも年齢の推定が難しく、それに比べると、番星 B は精度よく見積もれる可能性があるためである。 万世 BA、BB の詳細な観測から、低質量性の進化についての仮説に観測結果を当てはめ、年齢を5000万から1億年と推定した。カジキザ AB 製、AC 成形。左は元データ、右は主性の像を差し引いた後のデータ。出典、A 素万世 C は1990年代にはその存在を知られていたが、 万世 B が先に発見されていたので、万世 C となった。2004年までは、主星 A の運動のふらつきだけで存在が確認された、一天文的連星だったが、2005年に、保証工学を備えた超型望遠鏡、VLT のカメラで、主星 A から0.2秒離れた位置で捉えることに、成功した。万世 C は、スペクトル型 M5.5 の赤色矮星で、 質量は太陽のわずか9%とあと少し小さければ褐色外星に分類される基地の構成で最も低質量なものの一つ。表面温度は約 2925K、半径は主星 A の1、6ほどと小さい。最近の観測で万星 C が主星 A の周りを交点する軌道は離心率がとても大きいことが分かってきた。 共通重心からかなり遠くまで周回し、主成 A との間の距離が大きく変化する。ありがとうございます。